今日のパーソナリティの太顎ひげトカゲです。よろしくね。こんにちは、爬虫類クラブの浜村です。今日はこちらのカツエサと人工飼料についてお話ししたいと思います。まずこちらのカツエサ、かなりの種類があるんですけども、大きく分けて、このコオロギたちがいて、ゴキブリたちがいて、ワームがいるっていう感じなんですけども、まずこちらの一番オーソドックスな爬虫類の餌といえばコオロギなんですけども、そのコオロギについてまず説明したいと思います。まず弊社で取り扱いがある、カツエサは2つなんですけども、1つがこちらのヨーロッパユーコオロギ、こちらのフタホシコオロギ、この2種類が、弊社で取り扱いのあるコオロギです。フタホシコオロギもユーコオロギもどっちもいいところと悪いところっていうのがあるので、それも細かく、話していくんですけども、まず一番大きな違いはフタホシコオロギの方が大きくなった時のサイズが大きいです。ユーコオロギは、フタホシの半分ぐらいのサイズ感になりますので、まず上げる声帯の大きさによって、まずコオロギの上げるサイズが変わってくるので、大体、お客様と爬虫類にあげる適切な餌の大きさがどれくらいですかという質問をよくいただくんですけども、大体頭の大きさの3分の1ぐらいのコオロギが、ちょうどいいサイズ感ですよという話をよくするので、一つ覚えていただければなと思います。でまずこちらのヨーロッパユーコオロギとフタホシコオロギのいいところ悪いところについて説明していくんですけども、まずフタホシコオロギは水分量も多く、あと栄養価も高いです。でこちらの方は、ヨーロッパユーコオロギは性格がすごい穏やかなコオロギなので、生態に対して攻撃したりちょっかいを出したりすることが少ないです。逆に言うとフタホシコオロギは意外と攻撃性が強いので、爬虫類にそのままあげてしまうと爬虫類を噛んでしまったり、両生類なんか本当に噛まれたら危なかったりもするので、そういうところでちょっと生態を噛みつきそうだな、噛みつかれたら嫌だなっていう生態なんかは直接ピンセットからあげたりとか、そういうことで注意をしながらあげないといけないという点もあります。イエコオロギの場合のデメリットなんですけども、動きが二星に対してちょっと早いです。なので動きがゆっくりした生き物っていうのはなかなか捕食しづらいので、この辺もちょっと考えてあげるといいと思います。でヨーロッパユーコオロギの、いいところっていうと、他には指向性がとても高いです。白っぽい色で分かりやすいっていうのもあるかもしれないんですけども、実際フタホシコオロギは食べないけどイエコは食べるっていった事例が意外と肌感ですけど多かったりもします。それは一概にフタホシの指向性が悪いって言ってるわけではなくて、フタホシを食べると悩みがつきます。ただ比べてみた時にちょっと餌食いが悪いなとか、ワイルドでちょっと警戒してなかなか食べてくれないなっていう時に、意外とイエコオロギあげるとサクッと食べてくれたりするので、そういう使い分けもできる。でまずこのイエコオロギサイズ感が SS サイズから ML サイズまで、 ML っていうと成獣の手前ですねのサイズまであります。それも生態に合わせて使い分けてください。ヨーロッパイエコオロギはサイズが4種類、 SS サイズ、 S サイズ、 M サイズ、 ML サイズです。 ML サイズっていうのが成虫になる一歩手前ですね。 羽を生やす一歩手前なので、まず余談なんですけども ML サイズが一番、栄養価が高いと言われています。成虫になるための栄養素を溜め込んでるっていうのもあるので、一番こう栄養価も高いので、好んで使われる方が多いですね。続いてフタホシコオロギのサイズ展開なんですけども、こちらも SS サイズ、 S サイズ、 M サイズ、 ML サイズ、 L サイズです。フタホシに関しては L サイズも在庫しておりますので、L サイズってなるともう完全に羽が生えて、もう卵を産む準備ができ終わっているコオロギになります。見比べてみると圧倒的にやっぱりフタホシの方が大きいと思いますので、大型のトカゲなんかもフタホシコオロギをあげたりする方が多いですね。続いてこちらのレッドローチリュビアについてご説明させていただきます。リュビア、レッドローチ、どっちも、言えることなんですけども、コオロギに比べて圧倒的に飼育が楽っていうのがあります。爬虫類飼育する上で、結構ネックになってくるのが、カツエサをどう管理していくかっていうところになってくると思うんですけども、その中で、フタホシコオロギ、エコオロギ、どちらも飼
かりロッチも気を使ってあげないといけないんですけども、飼育がかなり楽です。ちょっとしたことでコオロギは死んでしまうんですけども、ゴキブリの短所はやっぱり生命力が強いのでなかなか、丈夫です。あとは栄養価も高くて、こちらも生態を攻撃しないっていうメリットもあります。またレッドロージに関しては壁を登らないっていう特性もあります。壁っていうとちょっとこういうお部屋の壁、クロスなんかの爪が引っかかると登れるんですけども、こういうガラス面とかにはひっつかないので、もうプラケースに入れてても脱走しづらいっていうのも、レッドローチのメリットだと思います。でレッドローチのサイズ展開なんですけども、 S サイズ、MS サイズ、M サイズ、ML サイズの4種類です。でこちらも生体のサイズに合わせて使い分けしていただければなと思います。レッドローチの S サイズとかは本当にちっちゃいカマキリの餌にしてみたり、寄虫飼ってる方なんかは意外と生体も反撃しないですし、使いやすい餌なのかなと思いますね。ユビエローチに関しましてはサイズが1サイズなんですけども、アソートパックになっていて、小さいのから中ぐらいのサイズまで、まとまって入っているっていうアソートパックになっております。次にこちらのワーム類なんですけども、弊社ではハニーワーム、メガワーム、ジャイアントワーム、ミディアムワームっていうワームを取り揃えているんですけども、こちらのメガワーム、ジャイアントワーム、ミディアムワームは単純に同じ昆虫の幼虫です。ツヤ消しオオゴミムシダマシっていう昆虫がいるんですけども、それの比較的大きいゴミムシダマシなんですけど、それの幼虫で、その幼虫の大きさの差で分けています。なので実際にはこちらのレッドローチェコオロギと同じように、ただ若い育ってきたっていう感じのサイズ感になります。でこちらのハニーワームに関しましては、蜂蜜を食べるガの幼虫なんですけども、こちらも餌は蜂蜜です。なので専用のハニーワームの餌なんかも売ってますね。でこちらのワーム類、ハニーワームに関してもそうですし、ミディアムワームにしてもそうなんですけども、そうして指向性が高いです。本当に爬虫類みんなワーム好きなので、ちょっと本当に顔色が変わって食べるぐらいも好きなので、おやつとかそういったご褒美的にあげてもいいのかなと思います。こちらがサイズ的にはメガワームって言われるサイズですね。本当にもうでかくて、もうちょっとで甲虫になるサイズです。でジャイアントワーム、これぐらいのサイズがジャイアントワームです。こちらがミディアムワーム、一番ちっちゃいサイズですね。よく鳥の餌とかで売ってるミールワームも同じワームな、似たようなワームなんですけども、一番このミディアムワームがミールワームに一番近いサイズ感と言われています。でこちらが、ハニーワームですね。こちら蜂のスズリガっていうかの幼虫なんですけど、本当に蜂蜜を食べる幼虫とかたちです。イモムシみたいな。比較的ジャイアントワームとかってやっぱ甲虫の幼虫なんで、かなり殻も硬いんですけど、ハニーワームはイモムシみたいな柔らかさとサイズ感とあります。ハニーワームなんかは比較的動きも遅くてゆっくりしているので、両生類なんか小型の両生類とか飼ってる方とか、ユーミル、イモリですね、飼ってる方なんかはハニーワームよく使いますね。こちらが細わらじなんですけども、厳密に言うと昆虫ではありません。陸生の甲殻類なんですけども、何がいいかってもひたすらカルシウム分が多いんですよ。意外とカルシウム不足になりがちな生き物なので、爬虫類両生類で湿った環境にいるので、ユービ類、ファイアーサラマンダーなど、そういうのは自然界でめちゃくちゃ食べてる餌になるので、かなりいいと思います。続いて、こちらのコオロギ等の、管理の仕方、飼い方について説明させていただきます。基本的にお店で並んでるのはこういうカップで売られてる状態が多いんですけども、このカップのままストックすることはできません。ですので一回お家に帰っていただいたら、まずこういう虫かご等に移していただく必要があります。コオロギを管理する上で大事なポイントが結構あるんですけども、まず第一に蒸らさないっていうのが重要です。蒸れにすごく弱いので、このカップにしちゃうとすぐ蒸れて死んじゃいます。でコオロギも生き物なので水と餌が必要になります。ですのでこの環境だとちょっと飼えないってところですね。なのでこういう虫かご用意していただいて、こういう卵パック、足場を作ってあります。コオロギって過密にすごく弱いので、コオロギ同士がこう擦れ合うとどんどん弱っていきます。なのでこういう卵パックなどを用意していただいて、コオロギが移動できる表面積をこうやって増やしていくんですよ。そうすることでコオロギ
がお互いに擦り合わないようにすることができます。こちらのコオロギたちを今から入れていくんですけども、買ってきたコオロギを落としてあげます。こんな感じですね。コオロギ吸水器ってバンバンバンなんですけど、ここでちょっと開けていただいて、すると中に包帯が入っていて、あとこの中にゼオライトっていう石が入ってます。なので一回この包帯を取っていただいて、一回このゼオライトを洗います。ゼオライトってあの水を腐りづらくする石なので、こういうちょっと汚れてるので、この水を一回捨てます。ある程度流したら水を入れて、包帯が入ってるところを入れて蓋をします。コオロギは本当に群れにも弱いので、この中に水こぼしたりしても死んじゃいます。なんでこういった密閉のものを使ってあげるといいです。そうすると次第にこれ浸透圧でここが湿ってくるんですね。そうするとここから水をコオロギたちが飲みに行きます。そしたら餌なんですけども、まあ、いろんなフードがあります。こういうコオロギフードっていろんなメーカーさん出してるんですけども、弊社ではこの2種類があります。コオロギに対してちょっと重要な言葉があって、ガットローディングっていう言葉があります。まあ、ガットローディングとはどういうことかっていうと、要はこれあくまでも爬虫類の餌なので、爬虫類に本来あげたい栄養素を先にコオロギや他の虫に食べさせて、その栄養をコオロギが食べた栄養を爬虫類に与えるっていう考え方があって、なので栄養価のないカスカスのコオロギあげても何の意味もなくて、コオロギをしっかり栄養価を高くした状態で、フクラのヒゲトカゲだったりソリトカゲにあげていくっていうのが基本的な考え方です。その点で考えると、こちらのコオロギフードも、コオロギを育てるためには十分なんですけども、爬虫類に対して有効な餌が入っているのはやはりこのインセクトブースターっていう商品になります。でこれを普通にコオロギに対してあげるんですけども、こちらをインセクトブースターを入れて完了って感じですね。だいたいこの餌を3日間食べることでコオロギがしっかりガットローディングされるって言われてますね。この飼い方で、管理できる生き物っていうのが、餌っていうのがこのデュリアローチ、レッドローチ、北星コオロギ、ヒゲコオロギです。でこちらのワームはぜひこのバッグのままでも大丈夫ですし、ハニーワームに関しては本当に蜂蜜しか食べない、蜂蜜をよく食べるワームなので、ハニーワームフードという専用の蜂蜜の餌があります。これを、常に、このハニーワームにあげていくということですね。ハニーワームに関してはこういう虫かごなどに入れてしまうとすごく脱走するので、パックのまま管理するのをおすすめします。というか密閉度の高い逃げにくいケースを使っていただくという感じですね。でジャイアントワームに関しましては、まあ、虫かごに入れてもらってもいいんですけど、このふすまって言われるこういう床材がないとちょっと弱ってしまいますので、ふすまを別途用意していただいて、まあ、人参などの野菜をあげて育てることもできます。ワームに関しましてはこういうワームフードもってありますので、これを一緒に入れてあげるといいと思います。細わらじ虫ですね。こちら、床は、床材は腐葉土になってますので、腐葉土を入れていただいて、腐葉土を食べて成長してます。これは乾燥すると死んでしまいますので、1日1回霧吹きを忘れないようにしてください。次はこちらの爬虫類の餌に関連する用品群を説明させていただきたいと思います。前半軽く触れさせていただいたんですけども、ガットローディングっていう言葉があったと思うんですけども、要はその爬虫類に必要な栄養素を先にこういう活餌たちに食べさせて、活餌のお腹の中で4分解したものを爬虫類にあげると効果が良くなるよっていうエビデンスもあるぐらい、コオロギたちに先に食べさせてから爬虫類にあげるっていうのが結構重要なポイントになります。そのためにこういうインセクトブースターがあるんですけども、この商品をコオロギに食べさせて、それをフクワゴにあげるっていうのが大事になってきます。このインセクトブースターの詳しい使い方等は YouTube に他の動画に上がってますので、概要欄の方などからちょっと見ていただければなと思います。
はい、でもう一つガットローディングと対を出す考え方の一つにダスティングっていう言葉があります。まあ、ダスティングっていうと何かって言いますと、こう自然界だと爬虫類いろんなもの活性さ限らず、まあ、双子にしたって同じ昆虫をずっと食べてるわけではなくて、季節によっていろんなものを食べています。コオロギを食べることもあれば、こういうワムリを食べたり野菜を食べたりしてるんですけども、要はいろんなものを食べることによって総合的にバランスのいい食事をとっているっていう考え方が、まあ、一番合ってるのかなと思うんですけども、ただ飼育する上に飼育にあたっては与えられる餌の量がこれぐらいしかないんですよ。まあ、これだけ見ると多いように感じるんですけども、実際、爬虫類が自然界で食べてるよりもっと多いので、種類数は少ないです。なのでこういうサプリメント等を直接コオロギに振りかけることによって、必要な栄養素を摂取していくんですね。でそちら、これがこの商品群なんですけども、これがカルシウム剤だったりいろいろあるんですけど、多種多様な、サプリメント系はすぐ、いろんなメーカーから出ています。マルベリーカルシウムだったり、こういうレオパ牧場って言われてるシリーズだったり、でうちがずっと最初、推奨してるのはこの MSA ネクトンっていうこのタイプのやつですね。で、まあ、これ実際どうやって使うかって言いますと、コオロギをまず容器に移します。この飼育ケースに入れてるコオロギに直接粉かけちゃうとコオロギ死んじゃう可能性あるので、なるべく使う分だけ取ってかけてあげます。で、今日この MSA っていうのを使おうと思うんですけど、これカルシウム剤ですね。まあ、もうちょっと詳しく言うと、これカルシウム以外にもビタミン D3 って言われるいろんなビタミン類も入ってるんですけども、まあ、こうなってます。それをこの MSA の先っちょのこのラベル全部剥がすんではなくて、爪楊枝みたいなものでちょっと穴開けてこうやって振りかけてあげるとちょっとずつ使えるので、こうやってコオロギに対してこうやってまぶしてあげます。そしてまあちょっとこうやって振ってあげるんですね。この粉をしっかりつけます。でこれをつけたのをこうやってこう直接生き物にあげていくっていう感じですね。これをダスティングって言います。でダスティングの注意点としては、カルシウムって意外といっぱいあげてもいいんですけど、要は、おしっことかうんちとかで一緒に排出されていくので、カルシウムを取りすぎても、体から排出していきます。でこれはビタミン D3 が入っているって先ほどお話ししたと思うんですけども、爬虫類にとってビタミン D3、まあ、爬虫類だけじゃないです、他の生き物もそうなんですけど、カルシウムを使って骨を作っていくんですけども、その時に紫外線を浴びて、で紫外線を皮膚から皮膚に紫外線を浴びることによって、体の中でビタミン D3 っていうのを生成してカルシウムの代謝を良くするんですけども、そのビタミン D3 って意外と皮膚からだと、紫外線量もちょっと足りなかったりしたら意外とビタミン D3 っていうのが枯渇します。そうなるとせっかくカルシウムを取ってもうまく骨が形成できなかったりして骨の病気になりやすくなるので、こちらのビタミン D3 入りのカルシウムと入っていないカルシウムを使っていただくことになります。なんで入っていないのと入っているのがあるかというと、ビタミン D3 って取りすぎると逆に毒になってしまうんですね。なのでビタミン D3 入りのカルシウムは週に1回から2回程度、それ以外は、カルシウム、ビタミン D3 が入っていないカルシウムだけを粉としたものを与えるというのが基本的な考え方になります。で、先ほども申し上げたこのインセクトブースター、ガットローディングという先にコオロギに必要な栄養素を与えるという考え方なんですけども、これも、カルシウム、ビタミン D3 も入っているんですけど、コオロギに、ビタミン D3 を食べさせることによって爬虫類にあげた場合過剰処理になりづらくなるというメリットもあるので、こちらは、カルシウム等に依存せずにそのままダスティングなくそのままあげるだけで必要な栄養素を摂取することができるという商品ですね。で今回このダスティングしたコオロギは良いと思います。ただこれは、ガットローディング、インセクトブースターでガットローディングをしてなおかつダスティングもしているのでかなりフルパワーコオロギですね。
チウムとか、先ほどお話ししたカルシウムの商品です。で、次に本当に人工飼料っていうものも存在していて、まあ、人工飼料って今爬虫類の餌でどんどん増えてきているんですけども、やっぱり生きた餌しか食べないよという個体もいるんですけども、結構今最近指向性も上がってきて、爬虫類もしっかり食べてくれるような人工飼料も出てきています。うちが出しているのはこのウォンバルーっていうシリーズで、オーストラリアのメーカーなんですけども、動物園が国と協力してエビデンスを取りながら科学的に爬虫類に必要な栄養素を研究して作ったフードになっていますので、これはかなり栄養バランス的にも科学的根拠に基づいて作っているものですので、もし気になる方はエビデンスもありますのでよく見ていただければと思います。そしてまた詳しい使い方等は YouTube で上がっておりますので、それも概要欄に載せておくので確認していただければなと思います。今回はこちらの活塩酸とそれに伴うカルシウム剤等の説明をさせていただきました。今後また、コオロギ、に対してもこういう生態に向いてるよとか、こういう揚げ方するといいよみたいな細かい動画も上げていければいいなと思っておりますので、今日はこの辺にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。おい